皆さんこんにちは。本日はですね、ご報告したいことをしないといけないことがねありますので、動画を撮らせていただこうかなと思います。僕の動画いつもだいたい台本を作ってるんですけども、今回ね台本作らずに、まあ言いたいことだけバーッと並べてるんですけれども、基本台本なしでね話していこうかなと思います。いつもよりダラダラ話してしまう感じになるかもしれませんけども、大事なご報告たくさんありますので、ちょっと聞いていただければなと思います。台本4つぐらいあるんですかね。全部ね聞いてほしい大事な報告なので、よければお付き合いくださいませ。1つ目はですね、北海道マラソンを走ってきました。今回ね動画は撮ってないので簡単なご報告なんですけれども、めちゃくちゃ暑かったけどめちゃくちゃ楽しかったですね。他のねランチューバーさんもたくさん動画出してますので、よければね皆さんの動画なんかも確認いただければなと思うんですけれども、スイさんの動画とアヒルさんの動画、あとはねタビオさんのチャンネルの動画にも映ってます。まあ、よければね見ていただければなと思います。まあ本当に暑くてですね、去年は23度ぐらいだったんですけれども、今年は走り始めから30度だったんでね、とにかく過酷の一言でしたね。もう37キロぐらいで完全に足が売り切れてしまって、もう歩くしかない状態でした。うわまた足売り切れたと思ったんですけども、周りのみんなほぼほぼ足売り切れちゃってる状態で、なんかねうまく走れたというかね、本当にめちゃくちゃ少なかった。まあ、それぐらいすごい大会でしたね。まあ、僕はね、もともとあんまり記録狙うつもりじゃなかったので、まあ撃沈しても楽しかったなぐらいの気持ちでしたけどね。それよりもね、いろんな方に会えて本当に楽しかったなというところですね。と同時にですね、やっぱり暑い時期のマラソンって本当にね、大変だなと実感しました。まあすごく楽しい大会ですしね、北海道自体がね、めちゃくちゃ観光にいいところなので、来年も行きたいなと思ってるんですけれども、北海道マラソンを走る方は要対策必要というところでしょうか。まあ、今回もね、僕足つっちゃったんですけども、なんで自分が足をつるのかなっていうのもなんとなく分かったので、それはね今後動画にしていければなと思ってます。そして2つ目、これすごくね大事な報告なので聞いてほしいんですけども、9月10月以降ですね、企業様とのタイアップ動画、要は案件動画ですねがちょっと増えると思います。8月頃からねお話しいただいてですね、今各企業様とですね動画制作の方針を決めていて、まあ9月後半から10月くらいですね、そのあたりからですねタイアップ動画増えてくるんじゃないかなと思います。まあ各企業様もですね、この時期ですねマラソンシーズンであったりとか駅伝シーズンに入る前に、新製品であったりとかプロモーションしたい商品っていうのがやっぱり出てきますので、どうしてもこの時期依頼をたくさんいただくんですね。でここから僕の意見なんですけれども、皆さん視聴者のお声もすごく嬉しいですし、そして同じように企業様からの声かけもすごく嬉しいんですね。僕のことをですね、まあ8万人もいる YouTuber っていう風に見ていただけるからすごく多いんですけれども、やっぱりねどこまでいても一個人なわけなんですよ。まあ8万人のね YouTuber の裏側なんていうのは、僕は個人事業主ですし、自分のやってることを成り立たせようと思って必死なんですね。そんな個人でやってるからこそ、視聴者の皆様に支えられたりとか、企業様からの声かけですごく嬉しいんですね。こんな僕を見つけてくださった視聴者様、企業様にもできるだけ力になりたいと思ってるんですね。そして力になりたいと思ったからこそ、その商品やサービスのことはよく調べますし、自分がやりたいとか一緒に仕事をさせていただきたいと思った企業様とのタイアップ動画になります。なのでね、9月後半以降企業様とのタイアップ動画増えますけれども、自分でもね自信を持って皆様に紹介できる動画にしていきますので、よければねそういった動画も見ていただければ嬉しく思います。まあ綺麗な言葉で並びましたけども、本当に嬉しいんですよ。やっぱりだからこそね、今後はより一層視聴者の皆様の声であったりとか、企業様からのお声かけ、こういったところにね近いなっていきたいなと思っております。そして3つ目はですね、ようやくシーズンのレース決まりました。もうね北海道マラソンは決まってたんですけども、この秋のレースって実は決まってなかったんですよ。先日行ったライブでは言ったんですけれども、まだ決まってません。まあ、正確には決まってませんでした。今シーズンね秋レースの本命はですね、甲府読売マラソンに決まりました。パチ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 。まあ、去年はですね金沢マラソンや神戸マラソンといったよく分かってるレースに出たんですけれども、今年はですね出たことないレースに出たいなーってのもすごく思っててですね、僕の友達のけん玉ランナーさんという方がですね、見たことない風景を見に行きたいし、見たことない風景を皆さんに届けたいとおっしゃってるんですね。その言葉すごく好きでめちゃくちゃ胸打たれたんですよ。だから僕も今回はですね、できるだけ出たことないレースであったりとか、やったことないこと、そして初めて行くレースというところに行ってみたいなと思ったんですね。そしてその上でしっかり記録を狙える甲府読売マラソン、ここにね決めました。甲府読売マラソンは歴史もあって格式の高いレースらしいんですね。なので今からすごく楽しみにしてます。目標は甲府読売マラソンで PB 2時間45分切りを目指します。今はねありがたくたくさんお仕事いただきながらも練習しっかりできています。昨シーズンの胸をここで晴らしたいと思いますので、ぜひともね応援よろしくお願いします。甲府読売マラソンで参加される方、ぜひともね頑張りましょう。そして年明けフルマラソンですけども、出たいなと思ってるレース、まあほぼほぼ決まりなのが別府大分毎日マラソンですね。そして大阪マラソン、地元の大阪マラソンは絶対走りたいです。その他にもね参加するレース決まりましたらですね、動画の中でね報告できればなと思っております。とにかくやっとシーズンのレース決まってホッとしております。他にもね小さなレースであったりとか練習側に出るレースもありますので、フルマラソンに限らず現地でお会いできた皆様、一緒に頑張りましょう。遠慮なくお声掛けいただければなと思います。今年は PB 出るかな、いや出しましょう PB、 僕も頑張ります。応援よろしくお願いします。何回言うねん。そしてこれが最後の報告、これもね大事な報告なのでめちゃくちゃ聞いてほしいです。ゲストランナー、ゲストコーチがねちょっと決まってます。今回紹介したいのは2つですね。10月21日土曜日大阪で行われる PB アシストハーフマラソンのゲストランナー、ゲストコーチが決まりました。パチ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 。これはハーフマラソンなんですけども、皆様の PB を出すため、ベストを出すため、パーソナルベストを出すための大会です。そしてそのための施策がめちゃくちゃたく
くさんあるんですね。ハーフマラソンで PB 出したい人、ちょっと遠方の方でも絶対参加してほしいです。まずコースがすごくいいんですね。長い公園なのでフラットな周回コースなのでめちゃくちゃベスト出やすいです。そして当日のウォーミングアップ僕が担当しますので、スタートからしっかり体が浮くように、そしてきつい時でも粘れる走り方、これをねお伝えしていきます。当日は僕がしっかりサポートしますので、ここでもね皆さんの PB をアシストします。そしてもちろんペースメーカーいます。ペースメーカーにつけばめちゃくちゃベスト出やすいので、これもねおすすめ。なかなかねハーフマラソンの大会でペーサーってないですよね。それがあるのがこの PB アシストハーフマラソンなので、ぜひともねこれご参加ください。そしてブースター並走、要はもう一人ゲストがいてですね、その人がねきつい時に後押ししてくれます。そのゲストはですね、なんとコアラくんです。めっちゃ微妙。嘘ですよ、コアラくんめちゃくちゃ頼りになりますからね。動画ではねひょうひょうとしますけれども、やっぱり走りがすごいんでね、で僕もコアラくんと仲いいので、そこはねタッグ組んでめちゃくちゃ皆さん応援します。そして9月30日の土曜日に事前練習会、ここでもねサポートがついてきますので、ぜひこの PB アシストハーフマラソンでベストを出してですね、そして時期もめちゃくちゃいいです。10月21日なので、フルマラソンが始まる前にハーフマラソンでベストでとめちゃくちゃ弾みつきます。ハーフマラソンのベストってフルマラソンに直結するので、ここでねベストを出せるとめちゃくちゃいいシーズン過ごせます。ぜひこの PB アシストハーフマラソン一緒に参加しましょう。概要欄にねリンク貼り付けてます。そして最後、今日これをね皆さんに一番言いたかった、とてもねビッグなゲストが決まりました。なんと12月17日香港で行われるマラソンのゲストランナーが決まったんです。これ本当に僕もびっくりしてですね、きっかけはですね、東北フードマラソンって僕言ったじゃないですか、あの動画出してますので、ね、よかったら見てほしいんですけども、そこでね香港の方が一人アンバサダーで来てたんですね。その方からのご縁でですね、僕も香港に一人知り合いお友達がいてですね、そことすごくうまい感じになってくれて、僕をねゲストランナーで招待してくれるとなったんですね。ちょっとね初めての海外マラソンのゲストって本当に嬉しいですし、すごく今から緊張してます。なんてね光栄なことなんだろうと思いますし、1年前2年前は考えられなかったことだなと思ってます。まあそれもこれもね、日々皆さんが動画をしてくれてチャンネル登録してくれてるから、そうやって僕のことを目に留めてくれる人が増えて、こういった話につながってます。本当にありがとうございます。もしですよ、もし日程合う方いらっしゃいましたら一緒に参加しませんか。でこれも僕のその知り合いの関係なんですけども、ツアーを組んでくれるみたいなので、ぜひそのツアーにね参加いただければなと思います。まだこれもね詳細決まってませんけれども、詳細決まり次第すぐにね皆様にご報告いたします。確実な情報欲しいなという方は LINE 公式アカウント、これ登録してください。こちらがね一番タイムリーに情報発信しますので、ぜひねこちら登録してお持ちいただければなと思います。なんせね僕もね初めての海外マラソンですし、初めての海外ゲストなのでめっちゃ緊張したので、皆さん来てくれたら本当に嬉しいです。まあねマラソンシーズン中っていうのは重々承知しますし、お忙しいと思いますし、勝負のレース決まってる頃だと思いますので、無理にとは言いませんが、もしもしスケジュールが空いている、行ってみたいなとか、高山行ってるよと思う方いれば、ぜひともねお待ちしてます。一緒に香港走りましょうという感じですね。報告たくさんあったんですけれども、高山のね9月以降の動きにも注目いただければなと思います。もちろんシーズン入る直前ですので、皆さんがベストを出せるような動画、これもね出していきますので、変わらずご視聴いただければなと思います。見ていただければ後悔しない動画を絶対作っていきますので、よろしくお願いします。そんなこんなでね忙しくなりそうですけども、僕もねベストを出していきたいですし、皆さんのベストを後押ししたい、嬉しいぐらい忙しくなってきてますけれども、全部ね全力で取り組みたいと思っています。そんな僕の活動をね応援いただければなと思います。僕もね皆さんに直接パワーを送り込んでいきたいので、ゲストの大会でたりとか高山アナさんあるし、ぜひともねご参加お待ちしております。なかなかねポッチに勇気いると思いますけども、思い立ったか吉日すぐポッチしてください。待ってます。はい、いろいろ話しましたが、本日の動画はここまででございます。 LINE 公式アカウントの動画概要欄からポッチよろしくお願いします。 PB アシストハーフマラソンの参加も待っております。東京大会もやりますし、大阪大会もやります。どっちでも構いません。関西在住の方はぜひともね大阪大会にお待ちしてます。それでは皆さん、シーズン頑張っていきましょう。じゃあね。